シュタイアー・マンリヒャーは、オーストリアの重機メーカーである。ヨーゼフ・ベアンドルが1864年に設立した重機工場を元として、後の1926年にシュタイア・ベルケ、1934年にシュタイア・ダイムラープフ社となるグループの武器、開発生産部門で、クロック社と並ぶオーストリアの代表的重機メーカーで、ある。百八十九年に創立者のヨーゼフ・ベアンドル。 亡き後、会社は、フェルディナンド・リター率いるシステムイコール・マン社により、合併され、下やマンディハー社が誕生する。1977年に、同社の主力製品となる、ブルパップアサルトライフル、オーガストが完成し、同年オーストリア軍に ST、STG77 の名称で、正式採用された。オーガストはその性能の高さからオーストリアだけではなく、 オーストラリアやニュージーランドでも使用されることになった。また、競技銃の分野でも優れた製品を生産し、特にエアピストルでは内外で高い評価を得ている。シュタイヤー社は現在、拳銃から軍用ライフルまでを製造する総合銃器産業として世界規模で商業展開を行っている。社名のステルマンリッカーはドイツ語ではシュタイヤーマンリヒャー。 英語では、ステアー・マンリカーに近い発音となる。日本における両銃、競技銃のいわゆる実銃の分野では、ステアー、スタイアー、マンリカの表記が一般的である。日本の遊戯界お及びその周辺では、ステアーの発音が一般化している。TMP、SPP の遊戯銃を発売している KSC は、スタイヤーの表記を取っており、その取扱説明書の中で、 日本で初めてステルを紹介した著者が強引にステアとローマ字読みしたのがそのまま広まってしまったからではないかという説を挙げている。一方、後に同社から分離した自動車製造部門の日本での表記と発音はシュタイヤが一般的となっている。ステア M9 条からオーガスト ZSSG04、SSG08 シュタイヤダイムラープフ、マグナ、シュタイヤなど。 ありがとうございます。